るくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さあちゃん、見てるくるぶしです。ママちゃん、結婚おめでとう。よいしょ。この新しいスタジオでも来ましたけど、いやーやっぱりね、もうちょっとだけ言わして、もうちょっとだけ、ね、もうちょっとだけ言わして、はい、今回はですね、うん、僕らがよく、うん、レディーゴーとか、じゃあレディーゴー、レディーゴー、まあ真似させてもらってるレディーゴー、レディーゴー、ジョーブログさんがですね、最近の動画で、うん、電話番号を晒してると、あ、わいとんな。いきさつ的には、うん、その電話番号を、うん、が流出してて。うん、あの犯人を捕まえると、うん、その犯人を捕まえた動画を上げた後に、うん、いきなり電話番号を晒したんですよね。で、かけてこいみんなみたいな感じで、で一応その合言葉的には好きなタイを言ってくれれば話してやるみたいな、うん、ことらしいんですよ。なるほどね。なんで、うん、クルチョモとしては、真似させてもらってる、うん、まあ俺としては公認をいただきたいかなっていう。勝手にやってるからちょっと一言を。あ、なるほど、はい、あ、いいと思います、はい、ちゃんと許可取るのはね、そうですね、大事大事大事、そうですね、うん、逆にチョモちゃんあります？ん、あの言いたいことっていうか。何もない。好きなタイ何て言えばいいかな。実際何が好き？あの正常位を足抱えた両足抱え込んだ正常位で下から両乳首をつままれるやつが一番好きですね。もうそれ言ったらやん。伝わるか。ジョブログさんの電話番号が 090-8931-3658、 自分で白菜さんもぐらい言うてたね。ね、すごいよね。まあこれのあと多分絶対電話番号変えると思うから今しかない。なので、うん、今日は、クルチョモチャンネルが、うん、この電話番号にかけてみようということですね。じゃあおもろいよ。ということで早速、かけていきたいと思います。レディーゴー。090白菜サム小屋。じゃあ090白菜サムゴヤ。じゃあ、映ってる、はい、じゃあ早速こちらに、コールしてみたいと思います。スピーカー、こちらはソフトバンクです。おかけになった